はい、皆さんお疲れ様です。今ねここは、アリゾナのねフェニックスのちょっと南側のカサグランデのまだもうちょっと南側の、フライング J っていうところにね見えるかな、ここにね、トラックストップに来てます。はい、ここがねトラックストップです。はい、ここに来る前にねコロラドの方にいたんですけども、コロラドの方で、休憩10時間休憩なんと、その時に、3人の日本人ドライバーの、トレーラー運転手ですねの人たちに会いました。でその時のね、様子が、動画でねあるので、皆さんに紹介したいと思います。僕ね、テキサスの方からコロラドの方に行ったんですけども、そのテキサス出発する時にもうコロラドのね、ラブズっていうねトラックストップで、泊まろうともう決めてたんですよね。なんせあの配達先がすぐ近くのウォールマートのディストリビューションセンターが10分か15分ぐらいのところにあるので、そこに、荷物を下ろした後で10時間休憩を取って、でその後、どこかに行く予定だったんですけども、その時に偶然、近くに、3人のね日本人ドライバーの人がいて、で声をかけたら、皆さん集合することができました。はい、その時の動画です。それではどうぞ。はい、お疲れ様です。大先輩の下平くんが、到着しました。彼はクリートで、10年働いてて、今はウォールマートのアカウントヘルプしてます。見えるかな、あかんわ、見えへんようになってもうた。お疲れ様です。カメラマンが2人います。はい、久しぶり。お久しぶりです。どうもどうも、久しぶりです。もう少しでぶつけるところ。僕、今日初めて。はい、今日ここで4人が集結しました。三平さんです。三平さんと、はい、三平さんとパンクさんです。はい、パンクさんと、はい、下平くんです。はい、で、はい、私がいます。はい、ここでね、たまたま、みんな偶然というかね、もう、この二人は、ウォールマートやってるので、すぐ近くが、ね、集配センターあるので、そこで、働いてるんですけどね、僕とパンクさんは本当たまたま聞いたら、ここにいるとかっていうことなんで、で、僕はね、もう前がここで、ここに来ること決まってたんですね。ということで、今、4人で、ヘアロックが。どこで買いました？このキャブラスで。キャブラス。違う。これただ一緒の T シャツです。なんか似たようなですね。僕はこれね、3ドル99、400円。やばいな。それはただですね。誰かと間違えられるから。クレジットカードを申請して、それでただでもらいました。うん。これタイで入ってたら大体まずい。同じ会社だもん。はい、ということで、今日の動画は以上でおしまいにします。さよなら。
だからあのバックはできないけど、俺が下平さんが、これから仕事に出発です。はい、じゃあお疲れ様です。はい、またです。さよなら。新しいだよ。これ新品でしょ、このトレーラー。18は新品の方です。